骨の趣味部屋へようこそ。今回はね、前回にも予告しました通りね、一番くじをやったその当日に、ガチャガチャもやってきたんでね、そちらをご紹介していきたいと思います。やってきたガチャガチャっていうのがね、HG のね、ドラゴンボール、はい、あちらのね、02なのかな、うん、あれをね、ちょっとやってきたんですけど、前回ね、見事にね、なんと被らずにストレートコンプ、はい、果たすことができました。で、今回もね、なんかゴジータが今度出にくいっていうのを聞いたんですけども、前回ブロリーが出にくくて、今回はなんかゴジータが出にくいらしいです。はい、なのでね、まあ今度こそストレートは無理だろうなと思いつつ、まあというようにね、ガチャガチャがあるのかなっていう話ですけれども、まあやってきたっていうことはね、あったはあったんですよ。はい、あったんですけれども、状態がね、満パン状態、はい、なのでね、いやーこれ出るかなと思って、前回はねもうほんと残りが少なくて、次何が出るか見えるぐらいの状態だったんでね、だからちょっとなーっていうのがあったんですけど、見た感じ青いカプセルが見当たらなかったんですよね、横から覗いても、うん、まあでもとりあえず1回はやろうと思ってね、うん、何が出るか分かんないからね、1回目は。なのでまあ早速ね、1回回しましたよ、ガチャガチャとね、うん、大体色で分かるんですよね、カプセルね、うん、カプセルの色でそのキャラが固定されてるんで、はい、ゴジータは青です、はい、うん、で1回ガチャッと回したらね、出てきたのが、はい、あのね、一発で出ちゃったんですよ、ゴジータが。いや、嘘んと思ってね、いや、びっくり、満帆の状態で一回回したらいきなりゴジータが出たんですよ。いやー、前回のガチャガチャに続いてここでも変に運を使うっていうね、うん、いや、これにはびっくりだね。っていうことは結構簡単にコンプできんちゃうのってね、思いましたよ、出にくいゴジータが出ちゃったから。で、その後ね、まあ、ちょっとね、ここはね、ちょっと順番がおぼろげなんですよね、うん、ちょっとね、1日経っちゃうとね、私の頭の中の消しゴムがね、どんどんね、記憶を消してっちゃうんでね、はい、ちょっと記憶順番がおぼろげなんだけど、で次回したら、確かね、これですね、ガチャンとなんか赤いのが出たんですよ。で、赤いのは何かって言ったら、これすっごく見づらいんですが、ウィスですね。はい。ウィスが出ました。うん。よしよし、と思ってね。で、続いて、やりました。ガチャガチャ。そうするとね、出てきたのが、はい、こちら。はい、紫。紫はね、ビルス様ですね。赤い神ビルス。はい、おっと、これはマジでストレートコンプまたいけんちゃうのってね、思いましたね、はい。で、続いてね、ガチャコンとね、回しましたところですね、ずっしりとね、重いのが来たんですよ、はい。緑、前回も多分そうだったと思うけど、ブロリーですよ、はい、ブロリーが出ました。いや、これもうあともう1個ですよ、1個で全5種なんでね、もうあと1個でまたストレートコンプ達成なんですよ。いや、リーチと思ってね、よし、これは来てると思ってね、ガチャガチャっと回しました。はい、出たのがじゃんストレートコンプならず、はい、ビルス様かぶっちゃいましたいやー、やっぱかぶったかと思ってね、ちょっと調子に乗っちゃダメだね、うん、
まあでもあと1個なんでね、うん、まあやめらんねえなと思って、まあ構成人を崩しましてね、もう一回やりました。そしたらね、じゃん、はい、来ました、最後の1個、悟空ブルーの黄色カプセルが出ましたよ。はい、なんとね、ダブリ1回でコンプなんですよ。セミストレートコンプですよなぜかストリートコンプに近づけようとするという。まあでもすごくないですか、ガチャ音が最近すごくいいんですよね。まあびっくりするぐらい、はい。ということでね、じゃあね、もう一つ一つね、こうカプセル開けて見てみましょう。はいはい、ね、一応カプセルから出しました。まずね、ピルス、じゃね、ウィスだ。ウィスから見ていきましょう。よいしょっと。まあ、こんな、めっちゃ曲がってっけどね、つえ。めっちゃ曲がってるが。うん、まあまあ、つえはね、ドライヤーで温めれば治るでしょう。はい。続いてビルス2つっていうかね、あのまあ補助パーツを除いて2つなんでね、めっちゃあれだね、軽い、はい。で続いてが、悟空、はい、腕組みしてる僕はね、で、ブロリーなんですが、ブロリーはね、腰巻きと、あと、上半身と、下半身で2つ構成ですね。やっぱでかいからだろうね。うん、はい。で、なんで、ゴジータなんですけれども、まあ、はい、こんな感じですね。うん、でなぜかね、このゴジータのカプセルの中にこのブックレットが2つ入ってたんですよ、これもおまけなのかなって思っちゃいますね、うん、2つなぜか入ってたっていうまあこういうこともあるんですね、うん、本当カラーじゃなくなったねこれね。なんか一覧とかあったのにね、なんでこれにしちゃったのかな。まあいいや、とりあえずね、全部組み立てたいと思います。はい。はい、ではね、開封し終わりましたんで、まあ、開封し終わって組み立て終わりましたんでね、見ていきましょう。まずはね、ウィス。はい。いや、これね、一応ドライヤーで温めて、まっすぐにしました。はい。いや、これね、結構出来いいですよ、うん、ウイスはスマイル検知するな、そのぐらい顔の出来がいいってこと。いや、これウイスはね、いや、これいいですね。うわー、スマイル検知するわ。いや、これウイスはすごく出来がいいと思います。はい、300円の HG クオリティと考えたらね、すごい出来がいい。はい、で、続いてがね、ビルスさん行きましょう。ビルスさん、はい。いや、ビルス様もやばいねこれね。いや、俺的にすっげーよくできてるよ、ビルス様も。いや、似てるよ。うん。いや、これはすごいな、この2体は。いや、すごい。めっちゃこれ、いいですね。感動的、この2体。300円の HG クオリティですからね。そう考えたらやばいね。じゃあ次、悟空行こうか。悟空ブルー。はい。
まあ、ゴクブルーはね、まあ、良くも悪くも HG クオリティ、まあこの2体を超えることはないですね、なんだろうな、あの顔のね、ここ目の部分の、縁をねちょっと、黒くて境目を作った方が良かったかなってね。白いんで境目があんまはっきりしてないんで、目の輪郭自体がよくわからないですね、まあでもかっこいい。やっぱこのポーズがかっこいい、マジで。はい、今んとこ当たりですよ。じゃあ次どっち行こうかな。はい、ではこちらから行こう。はい、ゴジータ、まあ、ゴジータも一緒でね、悟空と一緒で、目の縁の境目がよくわからないんで、ちょっとねそこかなって感じかな。いやでもいいね、この台座もね、この特殊な形状でね、ちょっと浮いてる感じにしてるんでね。いやーでもかっこいいよね。 HG サイズですから、そう考えたらやっぱいいよ。はい、でここでちょっと前回のトラウマ的な感じが、また出ちゃってるんですけど、では見ていきましょう。ブロリー、たらこたらこたっぷりたらこ、見てください、これたらこ唇なんていやちょっとさ、口紅塗ってんのか何なのか、これなんで赤く塗っちゃったのって感じだよね。この悟空とかと一緒のやつでいいのに、なんでわざわざ赤く塗っちゃったみたいなね。いやちょっとこれ口紅やめてほしいわ。いやーちょっとこれもちょっと衝撃だったね、この2体がすごい良くて、でここもまあまあ良くて、ここで一気に落ちるっていう落とし方もうすごいジェットコースター並みの急降下だね。いやーちょっとこれマジ普通で良かったのに、なんで赤くしちゃったこれ。ということでね、全5種見てきましたが、やっぱねこの、お二方これはすごいよくできてる、ウィスとビルスは、悟空とゴジータもねかっこよく、まあ良くも悪くも HG クオリティで、ブロリーに限っては、まあノーコメントでさせてくださいはい、ということでね、今回はね、まあ、ストリートコンプにはいかなかったけど、なかなかまたガチャ運が発揮されたんではないでしょうか。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、この機会にチャンネル登録またはねいいねボタンお願いします。ではご視聴どうもありがとうございました。